FM那覇 This is Chula Station Stay tuned Chula Station チラステ。こんばんは。5月31日月曜日、何者にも縛られないフリーダムすぎる化け物トークバラエティチラステ、パーソナリティのナナです。そして鮫川とラクさんです。よろしくお願いします。お願いします。3人です。久しぶりです。久しぶりだね。ほんと久しぶり。え、いつぶり？ミュージカル以来。あ、そっか。ありがとうございます。本当にあ、そうだよ、見に来てくれた2人が集まってくれてる。イエーイ。染川応援隊。そうそうそう、公式公式次うちは持っていくから。ちょっとまだ2人しか会員いないんだけどいいよ、なんかいつの間にかいつの間にか増えていたらいいなと思ってるから。お、ファンクラブ設立ですか？ファンクラブ募集します。入りたい方は嫌だ、こういった形では嫌だ入会無料ですよ怪しいだろその言い方怪しいだろ。もうなんか薬とかね、送りそうじゃんその言い方。大丈夫大丈夫、愛情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 、うん、みんなで愛情、そこの魅力を広めたいっていうね。あ、ありがとうございます。若干 D もその あの節があるから、次は D ね。ちょっと最近アンチ気味だまたアンチだった D ちょっとアンチ気味お久しぶりです。本当にもう、ミュージカルのお手紙も書きましたよ。ありがとうございます。心温まる素敵な素敵な手紙をいただきました、うん、本当にありがとうございます、うん、読ませていただきました。はい、いろんな形で、うん、いろんな形で、はい、深掘りはしませんもう気になる方はまあ過去の、録音が、録音というか、音源が残っていますので、うん、ぜひとも YouTube 見てください、はい、チラステで出てくると思いますので、はい、どんな内容かは教えない気になる方は調べてね、はい、っていうことで、よろしくお願いします。はい、はい、今日はですね、実は、はい、どんどん話を、いきたいなと思うんですけど、実は5月31日、うん、世界禁煙デーお、うん、という日らしいんですよ、うん、なので今日はこの後3人でやめられないことということでいろいろ話をしていきたいなと。禁煙からのやめられないかっこつけてねなるほどねまあまあこういったもんですよ、遠くテーマってっていう話をしていこうかなと思います。はい、もう早速1曲目いきましょうか。はい、はい、じゃあ今日の1曲目はこちらからお届けしていこうと思います。ペースフロムリップスライム、女神のキス。
お届けしたのはペスフロムリップスライム女神のキスでした。この番組は国際通りにあるライブハウスチャクラさんの提供でお送りします。今日はですね、実は収録放送なんですけども、この番組いつでもあなたのお便りお待ちしております、はい、chira.st.radio@gmail.com もしくは FM 那覇のメッセージフォームまでお願いします。チュラステーション、知らせてお届けしております。喋らんのねそうだね、僕が喋るね。そうそう、喋って喋るね、喋るよ今日は染川とナナとラクさんですの3人でやっていきます。僕にはお留守番です。お留守番ですさあ今日は、トークテーマやめられないことでいろいろお話ししていきます、はい、なんて言ったって5月31日世界禁煙デーということらしいので、やめられない、どうしてもやめられないこと、うん、あったらやめ、できることならやめたいこと2回言ったよことをいろいろ話していこうかなと思うんですけども、うん、まあ、禁煙もねまさしくそれなのかな、まあね、どうしてもやめられない、うん、苦しんでる方もいらっしゃるかなと思うんですけども、うん、うん、やめられないこと、僕どうしても、あ、僕から言っていいですか。どうぞ。早速行きますか。はい、いいよいいよ、はい、ノリノリかよ僕どうしても、うん、あの平日仕事から帰ってきてからの、うん、帰ってきてからの一杯がやめられなくて、うん、そう、なんか意外、飲んでるずっと、どうしても、もうしかも飲んでるものは、まあまあ、お酒でもあるんだけども、うん、お酒じゃない、翌日大変だから、うん、翌日どうしてもあの酒が残っちゃいけない、うん、どんな日も残っちゃいけないけど、うん、そのなんか気だるい感じが残っちゃダメだなって思う時は、うん、あの炭酸 を飲んで、うん、あ、炭酸系をずっと飲むんですよ、うん、お酒も、うん、ノンアルコールも炭酸。え、待って、お酒は何を飲むの。ワッタ。あ、ワッタのシークワーサーがもうやめられない。あ、最近めっちゃ美味しい。あるよね、あの、あれもあるよね、現役もあるよね。ああ、あるある、びっくりした、ね、現役、うんうん、現役ではないけどあるありますね、ありますね、紙パックである、ね、まだ試したことないけど、うん、それだな、やめられないこと。へえ、意外、おっさんだね。は最年少なのにですよもう着々とだね。おっさんになっていくワンステップツーステップなのかな。うん、だと思う。だと思うとか言っちゃったけどさ、でも飲んでるの可愛いよ、待ったね自分で言う。え、炭酸だったら何飲む。炭酸の、うん、柑橘系が好きです。何でもというよりかは、うん、チューハイが好きです。あ、チューハイ、あ、あー、チューハイなんだ、お酒なんだ結局炭酸そうそうそう、炭酸、炭酸チューハイ。あ、なんかこれがさ、エナジードリンクとかだったらなんか、あ、なんかなんか20代っぽいなって思ったんだけど、うん、いや結局お酒なんだと思って、なんかよかった、安心した。やめらんないんだよな、へえ、珍しい。片手にポテチ、片手にポテチ、ね、やっぱなんかカウチポテト族ってやつだよねまだ先以下じゃないからいいじゃんちょっとなんか年齢重ねた後が怖いよ ねもうそしたらもうなんかもうロックになってるかもしれないし、ね、だからさ、ワッタの景気ロックいやまさにですよ、ミュージカルさ、うんうん、酔っ払った役やってたじゃん。あ、やってたね。 ありがとうございます。あんな風に絶対ソメちゃん飲まないよなって思って見てたの。 話してたよね、うん、あーにはならないけどね、まあおそらくね。でもよくよくあーなるね、よくよくいずれは、まあ、あんなグーデンとしてもうずっと怒り散らしてるような大人に、うん、いつかな5年、いや、あと数ヶ月その時は解放よろしくお願いします。やったね、まあ、歩道橋から落ちなければなんとかなるよ。まあ本当にね、それはそれはね、シビアシビアあのそれ劇中の話ではあるんだけどそうなんですよ、まあ、そうそう、ね、劇中でも嫌なことがあって、うん、歩道橋から飛び降りようとしたところっていう話なんだけど、うん、
いきなり放り込んだらびっくりするでしょ。動揺僕もだし周りも何言ってんのこの子はって笑いながら言うことじゃないよって。びっくりしたよね今ね。ってな感じです。やめられないこと。うん、20代っぽい悩みですね。いやわった。まあいつかはハイボールとかになるんだろうな。じゃあ次の誕生日とかに何かプレゼントしてあげるよ、お酒。あ、いいですか。やった。すぐ手放しで喜ぶ。やった、いただき物。すみちゃん誕生日過ぎてから言うからな。確かに、もう覚えてるよ。もう覚えた。覚えたっていうかメモした。メモした。うん。ありがとうございます。じゃあ楽しみにしてください。じゃあバッチリ。やったね。はい。どうぞ。そうだな、やめられない。ちょっとパッて思いついたのが、うん、なんかスタイルブック集めとかコスメ集めとかはやめられない。なんかもう見かけたらもうパッて買っちゃうんですよ。とかあとなんか青技を押すこととか。え、待ってごめん、待って聞き間違いか。聞き間違いだと思う。そう、私ま仕事柄っていうのもあれだけなんか青技できやすいんですよ。すぐ打ち身になっちゃって進めたいお話。でなんか青技って痛気持ちよくない。押した時聞き間違いじゃなかった。気持ちいい。なんかもう腕とかにあったらずっと押しちゃうの。人とかツボじゃないよ。ツボじゃないよね。内出血、うん、出血してるのそこ、うん、なんかめっちゃ痛いわけではないじゃない。めっちゃ痛いよ。そう痛いよ。なんか暇な時とかになんかずっと膝のあざをしてたりとか、しちゃうからもうどんどんどす黒くなっちゃうの。だよねー。あー痛い。ごめん。っていうのが寒っ。ここ寒い。そう、ちっちゃい頃からやめらんなくって。本当に癖だ。え、子供の頃から。子供の頃からあの青技痛すぎて泣いちゃう子もいると思うよ。僕そんなに泣いてたと思う。いやなんかめっちゃ押す。押す？うん。いやー、あ、ちなみに怖い話だね。肩こりとかほぐす時の痛いやつが好きなタイプ？あれはそんなに好きじゃない。人にやられるのは多分嫌なんだろうね。ああなるほどね。でもなんか注射とかは割と平気。なんかガン見するタイプ。無理だ。何共通点血？確かにね。別に血が好きとかではないんだけど。痛い。いやーちょっとごめん、あの話変えてくれ。あとはあれなんかヤクルトあるじゃないですか。ヤクルトありますね。ヤクルトのを飲むときに、はい、これ今は別にそんなにやらないけど、うん、蓋にね爪楊枝でいっぱい穴さしてから飲むの。なんかちょっとシャワーみたいなさ感じに。あ、でもまあヤクルトのその飲み方って人それぞれですよね。そうですね。すごいフォローだね。やば。でも逆にちっちゃな頃ですよ、今はやんないけど、うん、僕もあのヤクルトの蓋の、うん、後ろ、あの逆さにして、そこの部分をこうやって歯でいじいじしながら、うん、そこで穴を開けて無理やり、そこから飲んでたっていうのをやって、懐かしい。あれか、牛乳パックの端っこのストローガシガシするような感じと一緒か。やんない。やんない。あれ全然波長が合わないんだけど。そういったつもりだから。なんで。いや、シャワーにして飲むはないな。ないな。そう、なんかもう毎回やってて、でもなんか穴を開け切ってから、ちょっと何かしようって思って置いてて、その間にお父さんが普通に蓋ベッて剥がして飲まれた時はめっちゃ切れた。ポイントがわからないよね。いやお父さん困っただろうな。困ったよ。困っただろうな、かわいそう。あ、いや、ちっちゃい頃の話よ。特殊性。今は普通に蓋剥がして飲める。あびっくりした。びっくりした。真っ二つにしてから飲むとか言い出すのかって。面白いね。やめられないこと
がなんかそういう感じじゃなかったよね今のね。なんか違うよね、なんか種類が違う気がする。確かにね、確かに癖になってたことか。癖が強い。本当まさしく。じゃあ続いてラクさん。これの後に言うのか。ね、ラクさんの、まあ、やめられないことなんですけど、まさに購買欲。購買欲、うん、買っちゃう。おう、もう多分買って満足してしまってるようなレベルの購買欲で、うん、どういうものを、もうなん割となんでもなんだけど、シルバニアファミリーだってそうじゃないですか。そうだね、うん、あれ高いでしょ。また安いところを見つけて買うのがまたね、もう癖になって、なんかもう安いとか、例えばワゴンセールとかあるとかわいそうって思っちゃう。かわいそう。もうこれはラクさんが迎えてあげなければもの、あげないといけないものなのではないかみたいな。ええもうなんかね、なんかね、私が買わないと他誰も買わないみたいな。そう使命感。そう使命感、本当にそう。まあまあ、うん、でこれに、まあ、購買欲なんだけども、うん、昔ね、ゲーム機を、うん、あのパレットのさ8階ってゲームコーナーあったの覚えてる？え、あった？あったんだ。あっこい、すいません、あの那覇中なんで。あ、我々もなんだけどな、ね、デパートで遊んでたみたいな感じだったんで、ごめんね。いえ、僕あの遊んでるところが違うだけであって、僕たちは、ね、メインプレイスに行ってたりするんで。そうだね、そうなんですよ。メインプレイスってさ、幼稚園の頃なかったじゃん。ないじゃん。あったないわかな。ないわ、小学生ぐらいだわ。幼稚園の時私はダイエー派でしたね。あ、ダイエー派。何の話？地元。そうそう、でそれであの8階にねゲームコーナーがあって、うん、そこでねおばあちゃんに DS を、まあ、買ってもらったのよ。おで、まあ、その DS にもうのめり込んでハマってまして、うん、すっごいハマってて、うん、ましたら親がさ、うん、取り上げるわけです。あ、まあ、やりすぎだと。やりすぎ。小学生にこれ買ってもらうじゃん、うん、中学生になったら、うん、ちょっとあの要はバス乗って学校行ったりとかするから、うんうん、家にから直接行くっていうことがないから寄り道ができるのね。寄り道ができるんです、うん、ほう。小学生の頃にたまりに貯めまくった お年玉をさ、ほう、まあ、ゲオによって買うのよ。DS を2代目。そう、取られてるのよ。はあ、すごいな。そう、あえて言えばね、人なんかね、子供の好奇心を抑制するの本当に良くない。反動がひどくなるから。確かにね、確かにね。よく言うよね。止められれば止められるほどだよね、うん、でね、うん、取られて買いました、うん、まあ、バレますよね。まあそうですよ、うん、また没収されました。2代目取られた。辛い。かわいそう。そう、それでね、うん、もう怒った親がなんか、まあ、バキって割ったの。でもショックが大きいじゃん。そう、うん、もう割られるショックも大きいでしょ。まあ、泣いちゃうわ。そうでしょ、ショックがすごいじゃん、うん、ソフトだけ抜いて、うん、3代目また買って。懲りない。そう、懲りない。もうそれだけすごい。もうだって要はもう悪循環だよね、完全なる完全なる悪循環。買いに行きます。結局何台買ったと思う？6台買った。6台買った。は6台買って多分2台ぐらい任天堂に送って修理してもらって、へえ。で、うん、3だから3台ぐらい、その3台ぐらいはもうあのゴミだったのかな、うん、よく。で、じゃあ、でさ、最近さ、うん、こう自分の部屋整理してて、まあ、ちょっとレトロゲーに若干、うん、あのまた収集癖、さっきの購買欲と一緒で収集癖、うん、が出てきて、うん、あのレトロゲーを買い始めるようになったのね最近。はあはあ、家こう探してみるとさ、うん、DS4 台あったんだよね。4台。しかも最近新しく1台買ってる分も含めて。なんで？めちゃめちゃ任天堂にお金あげてるね。そうなんですよ。だって一時期あのなんか DS のソフトについてたなんかポイント貯めるシステムみたいなの、うん、紙のシリアルコードが書いてあって、うん、ポイント貯めるシステムがあったんだけども、
あの中古で買ってもそれがついてくるパターンがあって、うん、プラチナランク一番最上位のランクまで行ってたからね。そう聞いたことないよそうあの、ね、ただでなんか任天堂オリジナルのなんかケースと か, なんかプレミアグッズ的なのももらえたりして。へー、そうなんですよ。任天堂さん聞いてるかなここにめちゃめちゃ費やしてる人いるよ。そう費やして、だからもうそういう意味でも購買欲っていうのはもうなんか買っとかないとなくなっちゃうんじゃないだろうかみたいな、なんか心理的な何かあって、うん、まさにやめられない。もう今はもう任天堂 DS じゃなくてスイッチですけど、うんうん、スイッチはお持ちですか？持ってます。任天堂さん、僕たちにではなくてラクさんにスポンサーついてもらえないか持ってるし、もうなんかソフトもめちゃくちゃ積んでる、なんかいっぱいある。すげえ、多分30本ぐらいあるんじゃないかな。すごい、うん、ごめんね言葉がなくなっちゃったねなんかいやー、でもまあそうなっても、うん、お小遣いとしてお金をね、うん、ずっと上げてたお母さんお父さんもすごいなとは思った。これがねでもね安く買うのがまたポイントなんだよねごめんこれ話止まんなくなるよ、これ長いな。じゃあここで一曲お届けします。やべえな、やば、うまく話せてました。ラクさん、じゃあこの曲紹介お願いしてもいいですか？サケロックさんでスーダラ節。したのはサケロックスーダラ節でした。チュアステーション。じゃ
チュラスでお届けしております。はい、ごめん、なんかさっき喋っちゃったみたいね。まあバッチリちゃんと残ってるんで。めっちゃ恥ずかしいじゃん。ちゃんと残してるんで。いやーねー、染ちゃんのバカ。僕のせいじゃない、バカ。テンション上がってたらクソのせいだった。本当だよね、もう恥ずかしいの。どこかで聞いたことある声ですな。どこかで聞いたことある声ですな。誰だと思います、ナナちゃん。誰スラスラスラ思います。このスータラ節ね、うん、分かっちゃいるけどやめられねえっていうことで今回セレクトしたんだけども、うん、まあもともとはクレイジーキャッツの方がね歌われてた曲なんですね、うん、それをサケロックさんというバンドがですねカバーしてるんですよ。このサケロックさん、沖縄の桜坂セントラルにも来たことがあります。なんということでしょう。そうなんです。そんな台湾でね、今や超絶ビッグスターになってしまった。そう、今や超絶ビッグスターになり、このサケロックサブスクにも出てませんし、 CD しかないですし、っていうか解散してます。あ、そうなんだ、はい、なんということでしょう、なんということでしょう。さあ誰でしょう、今をときめくスーパースター。誰。ヒント、多分ね、多分分かってるんだよね。はいね、ヒント、ヒントいく。最近の人、最近ビッグニュースだった人っていうか、え、声聞いてわからないか、わかんないか。え、星野源。おー、おめでとう。そう、あ、今歌聞こうと思ったら消えちゃった。超感想だった。はい、そう、サビが終わってしまった。その星野源さんが作曲とかを担当していたバンド、サケロックさんなんですよ。そうなんですって、僕知らなかったけど。え。そう、このね、星野源さんね、実は割と沖縄好きで、うん、どこだっけな、バンド時代、それこそバンド時代に、あの沖縄の居酒屋さんで、東京の沖縄の居酒屋さんでバイトもしてたっていう。へー。でね、このサケロックさんが一番最初に出したファーストアルバムも、はい、ユタっていうアルバムなんです。わー、すごい、うちらには聞きなじみのありすぎる言葉ですな。なのでガッキーと結婚するのは割と必然だったんじゃないかなって、うん、たくさんは思うんだ。なるほど、以上です。このパッケージの裏さ、うん、よく見たらこれ赤瓦的なものが映って見えるけど、これ沖縄もしかして。え、どうなんだろう、全然そこら辺は全然どうなんだろう。ラジオでそういうことを聞くという、誰も確認が取れないのに。今本当だよね。でもなんか赤瓦的なものがちょっと映り込んでるんですよ。もしやもしや、このアルバムが作られているのは、作ってそのパッケージ写真となっているのは、もしや沖縄なのでは。違う気がするな。違うということにしときましょう。適当なこと言って何刺されたらか、ね、もう恐ろしいからね。怖い怖い怖い。はい。スーダラだった。スラスラスイスイスイ。スイスイ。スイダラだった。スラスラスイスイ。2回もかけちゃったよ。本当だよ。聞いちゃったよ。落ち着くな。次のトークテーマ忘れないでよ。のほほんとしちゃう。ねえ、聞いて、はい、実は、はい、コーナーあるんだ。そうだよね、うん、ちゃんと言った。じゃあ次はこのコーナーに行きたいと思います。ナナさん、お願いします。まるまる総選挙。そう、お願いしたいらやってくれる。ちょっとでも今 どっちだって思いながら。さあ、まるまる総選挙、はい、まあ一つのお題に対して3人それぞれ一番だと思うものを、うん、いろいろピックアップして推薦していくコーナーではございますが、はい、今日のテーマは何でしたか。誰に聞こう、僕が言おう。今日のテーマは振らないんかい。フロー、もう早くやってよ。今日のテーマはケーキ。
好きなケーキは何ですか、一番好きなケーキは何ですか、まあたくさん種類はございますけども、いい、ね、その中で一番となるとまあ決められないですよね、うん、ということでまあ勝手にではございますが、この中で一番を勝手に決めてしまいましょう。え、うん、はい、驚かないで、はい、驚かないで、うん、まあ好きなケーキ本当にチョコからクリームからモンブランから、ね、いっぱいあるよねそもそもさ、そもそもよ、ケーキ好き、ケーキ好きだよ、あ、好き、よかったよかった、それだと波状しないじゃん聞くの忘れてたと思ってさ そ, そうだね、これで嫌いだからっていう話も我々だったらやる、うんうん、少なくとも僕だったらやる、あり得るあり得るあり得る、うん、はい、進めていってくださいまあ誰からいきますか、整ってますか、一応決まった、はい、うん、早、大丈夫よ、早、え、じゃあラクさん、ラクさんから、ラクさんから、そうですね、ラクさんが好きなケーキはチーズケーキ、レモンケーキ、レモンケーキ、あ、違う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 、ドエク先生じゃないのよ、本当に何でもやってくれるんだちょっと好きだからね、あのレモンケーキ虫がね若干ね好きだからチーズケーキ、チーズケーキ、チーズケーキ、はい、チーズケーキ、そうだね、ベーキドもね、レアもね、全部美味しいね、最近ハマっているお店が、うん、ヨギにある東栄さん、東栄さん、わかる、わかんない、東栄洋菓子店、ああ、そう、わかる、ほら、あ、おっとっと、進めてどうぞ、あ、なんちじゃないんだ進めてどうぞ、これね、ここのお店ね、昔からあるんだけど、昔からケーキ一切れ150円なの、安っ、安いでしょ、安っ、もうさ、4種類3種類ぐらいしかないんだけどさ、うん、まあ、ラクさんはだいたいチーズケーキを買っちゃうんだけども、うん、旦那はだいたいあれココナッツのやつ、なんだった、名前がど忘れしちゃった、ココナッツ、あのジミーでも売ってるやつ、ジャーマン、ジャーマンケーキ、それそれそれ、うん、うん、そうそうそう、それをよく買ってます、でもやっぱジャーマンケーキもさ、沖縄独特じゃんね、うん、だからそれと、うんうん、まあそうなんだ、うん、独特なんだあれ、え、あ、よそにもあるのかなと思ってたけど、あんまりない、あ、そうなんだ、うん、へえ、うん、です、チーズケーキ、チーズケーキ、チーズケーキ、150円って買えるよ、チーズケーキ、おすすめ、かっこジャーマンケーキ、そうだねジャーマン入れちゃう、いいな、うん、いいな、ナナさんは、私はおすすめのケーキはチョコミントケーキ、え、めっちゃ美味しそう、待って、そう、私チョコミント大好きなんですよ、やば、ケーキじゃなくてももう見かけたら何でも買っちゃうんですけど、わからなくない、そう、ジミーのチョコミントケーキが、うん、なんか毎年出てるかはちょっと分かんないんですけど、うん、期間限定で、ね、いつも5月ぐらい、今年出るのかな分かんないんだけど、そうあって、それがすごい美味しいの、やばー、ミントの爽やかさとかあってさ、うんうん、でこれを最初なんか、まあ、普通に家族として買ってたんだけど、うん、美味しすぎて、うん、次の年発売されたら一人用で買ったワンホールすごいそれぐらいハマった。チョコミントケーキって、うん、これはクリームなんですか、チョコミントの部分が、そう、クリーム、なんかね、ちょっと画像が出てきた、あるんですけど、見えるかな、なるほどなるほど、なんかちょっとチョコミントケーキジミーで検索したら出てくるので見てみてほしいんですけど、中の生地がまあスポンジ、そうそうそう、ということで、いいね、チョコミントのクリームがかかってて、かわいいね、そう、すごい美味しい、なんだろう、ケーキなのにその、うん、爽やかな感じがするってまたない感覚ですよね、そう、でしょ、あんまり見かけないし、見つけたら買いですよ、これは、え、買う、うん、おすすめです、いいですね、本当に初めて聞いたかもしれない、うんうん、ちょっと想像できなくて、えっと思ったもんそう、今年も発売されてほしいな、あ、今現時点で発売されてないっていうことは、最近ちょっと店舗に行ってないので、 あるかどうかが分かんないんですけど、なるほど、見かけた方はぜひ教えてください、うん、教えてほしい目撃情報いいね、はあ、はい、じゃあ僕も行きましょうか、はい、染川がおすすめする一番のケーキはこちらです、ガトーショコラ、もうどうしてもガトーショコラは外せないです、いい、ね、美味しいんです、
まあスポンジのケーキもね美味しいんですけど、うん、あの固めのね固めの生地が僕大好きで本当に、ね、うん、美味しいね、聞けやいや、なんかシャレオツな感じがどうしようくらかと思いながらさなんかちょっと大人っぽいよねへーって思いながら今、本当にそういった気はないんだけどいや、ね、あのフルーツがたくさん乗ってるものも大好きでした、うん、大好きだったんですけど、うん、もうガトーショコラに会ってから、うん、あのしっとりとした口触り、うん、もう他のケーキにはもう手が出せなくなってしまった。やっぱ染ちゃんなんか30代の匂いがするよね。誰が30さっきからさなんかさ家帰ってカチャプシュルとかさ、ね、聞け合いケーキの話しないいいよいいこといいこと大人になってこうえガトーショコラって30代なのなんかいいよ美味しいもん、うん、イメージがね大人大人そうなの。いやもう本当にあでおすすめの、うん、ケーキ屋さんの話もしますと、ダリオルールという、ケーキ屋さんがありまして、うん、ダリオルールどこと言ったらいいかな。そうだな、赤嶺駅近くです。へえ、家の近く。そう、家の近くっていうのが多いにある多いにあるからこれ以上は言えないんだけど、ダリオルールで検索してください。本当にまあガトーショコラであったりとか、うん、いちごのケーキ、ショートケーキ、あとはモンブランも多分あったと思いますけど、うん、まあ季節ごとによってその違うケーキを出しています。最近ティラミスとかプリンとかも出していました。すごく美味しそう。でまあそのバースデーケーキ用のなんていうの綺麗な、飾り付けもたくさんあって豊富たくさんで、うんうん、ぜひとも行ってほしいケーキ屋の一つです。行く、聞け合いいいよ、いいよ今行くって言って聞いてた、聞いてる、聞いて、今のは受け流してた。違う、受け流してたからそれ拾いに行った。違うのよ、いや話を折ってあげようっていうスタンスでもあるのにさ、ねちっこいやつガトーショコラだから誰がうまくも何度もない、うん、何なんだ。さあ出揃いました。はい、出揃いました。ナナさんがチョコミントケーキ、ラクさんがチーズケーキ、チーズケーキで、サメカワがガトーショコラです。さあ今必死に、まあ、この番組に D がついているんですけども、はいはい、すごいよね、 D がついてるんだよD が、必死に我々の話を聞いて総評を書いているところなので、いつもお説教されてます、うん、わーい曲かかってる間が怖いです。本当です。説教と訂正の番組ですまあその間に曲をお届けしたいと思います。アムロナミヤ、コントレイル。
届けしたのは安室奈美恵コントロールでした。さあチュラスでお届けしております。 D の総評が整ったそうです。お今手元に奈々さんの手元にカンペがカンペという名の総評が、渡されております。届きました。それでは発表していただきたいと思います。グダグダ、はい、さあ今日のお題ケーキですが、その一番何でしょうか、教えてください。奈々さんどうぞ。はい、じゃあ読みます。今日の1位はラクさんのチーズケーキです。やった最近イエーイいいね。最近誕生日だったのでライカムのチーズケーキ専門店で美味しいチーズケーキをいただきました。じゃあここからはそれぞれのコメント見ますね、はい、うん、じゃあラクさん、チーズケーキいいですよね、うん、どの種類をとっても最高ですよね。ナナさん、チョコミントケーキジミーにあるんですか、知らなかった。一人ワンホールはすごいな、私でも食べれるかな、一切れで売ってたら買ってみたいですね。染川さん、ガトーショコラ美味しいですよね、はい、定番で美味しいです、はい、2回言ったね。あ、ちなみに私が好きなケーキはザッハトルテというチョコレートケーキです。やっぱ D 大人だな。ラクさんおめでとう。やーい、そうだよ、チーズケーキまさに待ってガトーショコラガトーショコラ美味しいですよね、美味しいですよね、定番ですよね、終わり言うことがないめっちゃめっちゃ売ってたけどねっていう一番興味なかったんじゃん僕のところ5秒じゃないはあ、おめでとうございますイエーイ、はい、ということで、まあ、時間まで星野源、うん、声をお聞きください。優しいね染ちゃんは、本当にさ優しいよ星野源、恋お届けしました。チュアステーション。
そろそろエンディングです、はい、はい早いね。ちょっと微妙な時間いやー、源さんおめでとうございます、うん、ガッキー今日はなんだかんだで源さんとガッキー関連の曲じゃないですか、はい、優しいなそれちゃんはツンツンデレなんだよね。ねえ、流さないって言ってたのにね。ほんと俺はこういう波には乗らないみたいな感じだったよ、ね、そこまでは言ってないちょっと思ったそこまでは持ってるね。悪いねびっくりした。ほんとねえ、リーグルファイからこれ電波乗ってんだぞYouTube に残るんだぞ仲良し、うん、仲良し。だからあの染ちゃんがワッタを飲むところをこうぼーっと見ときたいよね。ラク、うん、さんのなんか弱み握りたいな。なかなか難しいと思うよ。硬いだろうな、硬いだろうな守り。いや、あうん、まあ、うん、まあいつかねこうやってなんかコロナ開けた時に飲め、そうだね、飲みながら行きたいです、うん、いやー、ラクさんのボロをなんかこうね見るよりも僕のボロがいっぱい出てきそう、うん、そこは楽しい僕のボロ10体、ラクさんのボロ1みたいな。え、でもね、ラクさんね飲むと本当あのなんていうの、もうボロしか出ないから。ボロしか出ないの？もう本当にお酒をやめた方がいいタイプなのね本気で。これは割と本ガチガチガチだから、サメちゃんが酔っ払ってんなみたいなのをこうやってボーっと流れたい。そこにいろいろツンツンしていっていろいろツンツンしていっていろいろ聞き出そうとするような。まあ、あの来年のね、あ来年次の、年あの誕生日は、うん、来年のなんだっけ、 ガトーショコラに合うウイスキーかなんかがいいんですか。そこまで言ってない。そういうことですね。またまた。いやでもまあね、まあ僕の誕生日には D が作ってくれると、うんうん、願って、うん、願ってあでもなんかここでやったらここであそうだね、うん、そうお誕生会をラジオ内で、うん、すごい。じゃあ作ってるところからやろう。作ってみた。飛んだ YouTube 企画作ってみた仲良しか、うん、インスタライブとかやって。あ、それがいいね。あ、ナウイ、うんね、今時っぽくない。やっぱなんか30代、まあ、インスタ全然動いてないけどね。30代じゃないよ聞こえたぞ30、ね、なんかこう上から撮ってから手元だけ作ってるところを、うん、お願いしますよ。本当の YouTube じゃん、ね、あのツイッターとかに上がってくるやつ。そうだよね。手元がいっぱいこう高速で動くあの動画。チュラ捨てでやってみたみたいな。やってみた。チュラテイク。いやまあ5月も終わりっていうことですけども、うん、来月もねこんな感じで楽しくワイワイできると。伸び伸びと。本当ね、うん、いいね。本当にね何も考えずやっていきたい。ああさ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 あ、おめでとう。おめでとうですか。あ、うん、え違う、いいよいいよいいの、いいよいいの、うん、じゃあもうまあ流れで、まあ、なんだっけ、今月もおめでとう、はい、今月一番おめでたいこともうあれでしょう。そうだよ、あれですよ、はい、星野源さん、荒垣結衣さん、おめでとうございました。わーい、めでたい。これに勝るおめでたいことを言えますか。本当にそうだよ ね。いや、あるっちゃあるんだけどね。おめでたいことたくさんあるのはあるけど、あるけども、まあ、世間的ににぎわってるもんね、うん、もう喜びの、ね、ツイッター見ててもみんながつぶやいててさ、多分楽さん毎日1回ぐらいここ1ヶ月ずっとつぶやく気がするずっと？なんかあーよかったっていやなんかツイッター見ててだいぶ荒ぶってたよね。荒ぶってた。マジで本当にその日ルートビアフロートの日だったんだけど、うん、マジでフロートのアイスだけ残ってルートビア全部飲んじゃったし、スマホバーンってやっちゃったし、うわーってなっちゃったの。大丈夫か。マジで本当にやばかった。うわーって。すごい影響受けてる。そう不安になる。え、でもさ、なんかにかフーミーとかと我々一緒の世代じゃん。ガッキーとさ、うん、フーミー。え、二階堂ふみちゃんだよ。ふみって言うの。え、だってラクさんと同い年だよ。あ、そうなんだ。知らなかった。君たち本当にナハンチか。ふみって呼ぶんだ。その辺疎いんで。ふみふみ、だって国際通りのさ、うん、公設市場のところにお母さんかなんかのお店があったかなんか住んでたかなんかだったはず。
すごい親近感。なんかだけどガッキーのなんか知り合いってあんま聞かないね。あ、確かに。確かにね。なんか私の先輩が成人式の写真撮った写真館にガッキーの写真があったよっていうのは聞いた。どこだかは知らないけど。聞こえなくなっちゃった。中学校は沖縄だもんね。那覇市だもんね。どこ忘れたけど。うん、すごいスターが、スターが住んでた家なんだ、ね、家家住んでた町なんだな、うん、それがまた大スターと結婚しておめでとうございます。大かて、だって星野ゆいってやばくない、ね、なんかこの前那覇市100周年おめでとうも重なって余計なんかめでたい感じ、ね、那覇からの。いやマジでマジで沖縄に生まれてよかったって思った瞬間でしたでかい、うん、でかい規模よ。まあ、ね、もしかしたら沖縄で星のゲームも見れるかもしれないし、ね、そうなんよ、そうなんよ、なんかもうわちゃわちゃしちゃうここら辺で、うん、どうかライブに行って本当だよねさあもうエンディングの時間です。はい、はいはい、特にないです。来週は生放送かなうん、なはず、うん、6月1週目、1週目だね、うん、6月に入ってしまいますが、はい、どうぞ末永く散らせてよろしくお願いいたします、うん、お願いしますこんな感じで続けてまいりますので尻すぼみになりながらもえでもなんか久しぶりに会わないとやっぱなんかこんな感じでうだうだってなっちゃうんだね、ね、って思った。定期的に会いたい、本当、うん、いやみんな会話しよう。そうだね、今度手紙じゃなくてそうだよビデオメッセージで本当だよビデオメッセージでお願いしますさあもう時間です、はい、今日お届けしたのは染川とナナとラクさんでした。それではまた次回お会いしましょう。せーの、バイバーイ、バイバーイ。